トミーリー。トミーリー、トミーリー。1962年10月3日帯は、モトリークルーのオリジナルラインナップのドラマー。一時脱退するが、ラッパー、モデル、大学生と経て、2005年のワールドツアーより復帰する。本名トーマス・リーバス、トーマス・リーバス。身長188センチメートル。ギリシャのアテネで、元、ミスギリシャであった母と、 ウェールズ系のアメリカの軍人デビットリー・トーマスの間に生まれる。トミーが生まれた後すぐにカリフォルニア州へ移住。そして4歳の時に初めてドラムに触れる。妹は母の祖国の首都から取った名前イコールアテネで、兄と同じくドラマーであるジェームズ・コタックの妻。父親がマーチングバンドでドラムをプレイしていたこともあり、ティーンエージャーの時にはドラムをプレイしていた。 その頃は、キスやディープパープル、レッド、チェッペリーンやジューダス・プリースト等を好んで聴いていた。サウス・ヒルズ高校からロイヤル・オーク高校へ転校し、その頃、マーチングバンドに加入し、プレーをしていたが、年長になった頃、音楽の道を目指し高校を中退する。70年代後半、トミーは、スイート19というバンドで名前を売り始める。当初バンドでは、 早引きギタリストのグレッグ・レオンと一緒だった。サンセット・オードーリーやロサンゼルスなどでプレーを続け、その頃、メタルバンドで人気を博していたニッキーシックスと出会う。ニッキーは、ドラマティックなメタルバンドを作りたいと考えていた。しく、その頃のトミーのプレーを気に、入り、ニッキー、トミー、グレッグの3人でジャムを始めるが、グレッグには続ける気はなかった。その頃、ニッキーがトミーに、 ティーボルンという新しい名前をつけ、それを機に入りしばらく使用していた。そして、ミックはリサイクラーという求人広告誌に音がでかくて野蛮で攻撃的なギタリストいます。と、自分で自分を宣伝し、その広告を見たニッキーがミックに電話してオーディションをし、ギタリストとなる。ミックはトミーの高校時代の友人で、 ロックキャンディで活躍していたビンス・ミールをボーカルに推薦し、結果ビンスが加入し、モトリー・クルーが結成されることになる。パワフルなプレイスタイルで、その後のドラマーに非常に大きい影響を与えることになるが、最も印象的とされるのが、アルバム、ガールズ、ガールズ、ガールズのワイルドサイドでのドラムセットごと回転するパフォーマンスだった。最近では、 スリップノットのジョイ・ジョーディソンが、日本では、ルナシーのマヤが、同じパフォーマンスを披露した。1981年のモトリークルーでのデビューから1989年中まで、パール社製のドラムに、パイスティの2 0 0にシリーズシンバルを組み合わせていた。デビューから、ガールズ、ガールズ、ガールズまでは、24インチのツーバス、13.14インチのツータム、 16.18インチの2フロアに2枚のチャイナシンバルを高い位置に置くのが特徴的なセッティングを継続していた。2バスについてはそれぞれのチューニングを変えられることを好む理由として挙げていた。ドクターフィールグッドからは DW 社製にメーカーを変更し合わせてセッティングも28インチの1バス14インチのタブ、16.18インチの2フロアにした。 モトリークルーからは26インチの2バス12.13インチの2タム16.18インチの2フロアに変更。ジェネレーションスワインからは32インチのバスドラムに24インチのバスドラム14インチのワンタム16.18インチの2フロアとしていた。またシェルにファーを施した特殊仕様にしたりもしていた。ドラムスティックは当初から ナイロンチップのものを好んで使用しており、途中からビッグファースで赤いナイロンチップのシグニチャーモデルを出していた。同社の2バイトを新調させたもので、現在はヘビーメタルモデルとなっている。その後、金属バットメーカーのイーストンアヘッドから、本体はアルミ製ショルダーが樹脂でナイロンチップのシグニチャーモデルを出し、現在に至る。パーカッションも好み、特に曲中での使用が、 効果的、特徴的なカウベルは、LP のものを、このほか、アイスベルやタンバリン、ゴングなども使用する。1999年、妻、パメラ・アンダーソンへの暴行容疑により逮捕、そして刑務所での生活を送ることになるが、その際にモトリー・クルーの脱退を発表。1999年のワールドツアーには同行せず、ラップメタルバンドメシズ・オブ・メイヘムを結成。 数々のミュージシャンが参加したアルバムを発表。ゲットネイキッドには、当時人気の強かった、リンプビズキットのフレッド・ダーストが参加していたことで、有名。その頃大学に入学し、映画出演をしたり、妻、パメラ・アンダーソンとの家庭用ビデオの流出等、メディアを騒がすことに関して欠かさなかった。トミーの脱退後、モトリー・クルー側はトミーを遠ざける発言や行動を、とっていたが、 2001年に発表したバンドの自助伝、ザ・ダートの参加に同意した。その後、ロブゾンビなどが参加したトミーリー名義のアルバムを発表。2004年にモトリークルーに復帰をしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。